折り紙で簡単に作れる水仙の花の飾りですね。こちらの作り方をご紹介していきます。それでは作っていきます。まずは花びらの方から作ります。2枚の折り紙を重ねまして、重ねたら半分に折ります。折ったらさらに半分に折ります。半分に折ったら三角に半分に折ります。そしたらこれに下書きを書いていきます。紙の中心のところを手前に持ってきて、そして花びらの半分、三角を書くような感じで下書きを書いていきます。下書きを書いたら、あとはこれをハサミで切ります。切ったら広げます。広げたら、へこんでいる一箇所、ここを中心に向けて切り込みを入れます。で、そうしたら今切れ込みを入れた部分の真ん中あたり、ここをもう片方のへこんでいる方に向けて切ってしまいます。ここまで来たら、2枚重なっているものを1枚ずつにします。次に今切った部分にボンドを塗って、そしてその隣のところに裏側に貼り付けます。はい、こんな感じです。もう一枚も同じようにボンドを塗って隣の裏側に貼り付けます。はい、このような感じのものを作りました。次に1枚の紙の裏側にボンドを塗ります。ボンドを塗ったらもう1枚の紙、これに重ねます。で、重ねて貼り付ける際は、とんがっているところ同士が重ならないように、このように貼り付けます。そしたら次は真ん中の部分を作ります。まずこの折り紙を4分の1サイズに切ります。4分の1に切りましたら、このうちの1枚を使います。まずはこの折り紙を半分にするのですが、真ん中のところをしっかりと折って、そこから右か左どちらかに指を動かします。そしたら開きます。そうすると真ん中から片方だけに折り筋がつきます。次に向きを変えて、今度も同じように半分にするのですが、今度は真ん中だけ折り筋をつけます。折り筋をつけたら開きます。これによって折り紙の真ん中の部分がわかります。そしたら次にこれをハサミで切ります。一直線に折り筋をつけている部分、ここをハサミで真ん中の方に向けて切り込みを入れます。切り込みを入れました。次にボンドを切れ込みを入れた右か左どちらかに塗ります。ボンドを塗ったら、その隣のものをこのように重ねて、そして貼り付けます。はい、こんな感じのものが出来上がります。次にハサミでこの角張っている状態から大体でいいので丸い形に切ります。はい、大体ですが丸く切りました。このままでもいいのですが、水仙の真ん中の部分は少しシワが寄っているので、軽くですがシワをつけます。はい、少しシワをつけました。そしたら先ほど作ったこちら、これに貼り付けます。黄色い折り紙の裏の方にボンドを塗ります。ボンドを塗ったら花びらの真ん中のところに貼り付けます。はい、こんな感じです。次に花びらがこのようにくの字になっているので、一枚一枚このやって反らせます。一番下に貼った方からやるとやりやすいです。はい、こんな感じでちょっと反らせました。反らせる角度はお好みで大丈夫です。次に葉っぱの方を作っていきます。まずはこの折り紙を半分に折ります。折ったらさらに半分に折ります。さらに半分に折ります。あとはこれに葉っぱの下書きを書きます。下書きを書く際は、この開かない側の方ですね、こちらに書いていきます。細長い、葉っぱなので、それと似たような感じで書けばいいかなと思います。はい、このような感じで書きました。あとはこれをハサミで切ってください。
はい、ハサミで切りました。これを開きますと、はい、こんな感じのものが出来上がります。あとこちらの切れ端の方、これをですね一旦開くと、まあ、まだですねこのくり抜いたところの横の部分が、まだ空いてますんで細くはなってしまいますが、これをまたハサミでちょっと切って、これによってですねさらに、2枚ですね追加することができます。あとはこの葉っぱを貼り付けます。葉っぱの貼り付け方はお好みで、いいのですが、今回はですね、まあ、このような感じで、このまとまってる部分を貼りたいと思います。なので1枚の末端の方にボンドを塗って、そして重ねて貼り付けます。貼り付けたらまたさらにボンドを塗って、で、貼り付けてください。まあ、お好みの角度で、どんどんと貼ってみてください。まとまってる部分をボンドで貼り付けました。もしもこの先端の部分が、形がいびつだなと思ったら、ハサミでちょっと少しばかり切って調整してください。はい、こんな感じで切りました。そしたら花の方を貼り付けます。花を貼り付けるのは、まあ、葉っぱの先端でもこのまとまっている部分でもいいですし、ちょっとずれたところでも大丈夫です。お好みの位置に貼り付けてください。ボンドを貼り付けるときは裏返して、この中央の部分がとんがっているので、これを若干指で潰して、そして倒してしまいます。表からするとこんな感じですね。潰したところにボンドを塗って、そしてお好みの位置に貼り付けてください。貼り付けたらこれで簡単に作る水仙の花の完成になります。水仙の花の方もですね、黄色い花びらのものもありますし、サイズが小さいものもあるので、ぜひですねお好みの大きさ、そして色のもので作ってみてください。まあ、これであれば簡単に作れて量産もできますので、壁面飾りなどの飾りなどにも使えるかと思いますので、ぜひ何かしらの素材に使ってみてはいかがでしょうか。それでは今回ですね、簡単に作れる水仙の花のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価お願いします。